と、ライブ会場ここでいいのかなあっおーいかなでこっちこっち水木会えてよかった向こうにエナとエムちゃんもいるよ二人もほなみちゃんに誘われたんだってせっかくだしみんなで見に行こううん 星野さんたちのライブ、楽しみだな。わあー、お客さん、集まってきてるね。うん、みんな見に来てくれたんだ。こうしてここに立ってると、初めてお客さんの前でライブをした時のことを思い出すね。 楽しいなあの時はすごく緊張したけどでも今は楽しみな気持ちの方が強いかもそうだねあれから何回もライブをしたけど何度やってもみんなと一緒にやるのは楽しいなって思うよ志保ちゃんみんな最高の演奏をしよう うん、気合十分みたいですね。新堂さん来てくれたんですね。あの会場の手配を手伝ってくれてありがとうございました。とっても助かりました。いえ。 それくらいは皆さんのマネーージャーとして当然です。それにレオニードのライブは個人的にも楽しみですからね <laughs> ありがとうございます新藤 <laughs> さん私新藤さんに会ったら言いたいことがあったんです何でしょうか ありがとうございました。学生バンドでしかなかった私たちを見つけて、声をかけてくれて。ずっと、改めてお礼を言わなきゃって思ってたんです。プロになるのは、私の夢でした。まだデビューはしてないから、ちゃんと叶ったとは言えないけど。でも、今、すごく夢に近づけてる。 だからありがとうございます司法…今日のライブは今までお世話になった人たちみんなに感謝を伝えるためのものですだから進藤さんもぜひ最後まで聞いていってくださいきっと最高のライブにしてみせます 新藤さんには感謝してます新藤さんのおかげでプロになる決心もつきましただから今日は感謝の気持ちを伝えるために頑張りますそうだね私たちをスカウトしてよかったって思ってもらえるようなライブができるように頑張ります 楽しみにしてますよ。はい。よーし、じゃあ高齢のあれやろ。スターピースだね。行くよ。私たち。 本当に遠くまで来たと思う。バラバラだった私たちが、バンドを始めて、プロになるって決めて、ここまで来れた。それは、本当に、たくさんの人のおかげだと思う。 だから、お世話になったみんなへ感謝を伝えるために最高のライブにしよううん、うん、そろそろかな楽しみだな星野さんすごく張り切ってたしあっ 皆さん、今日は来てくれてありがとうございます。私たち、レオニードです。